ちゃん、こんにちは。久々の坂本おじさん、サーブです。サーブです。あー、いや、俺この前坂本と会ってね。おー、そうなんですね。5番サード坂本、はい、ね、お前スケール感あっていいなーっていう話をしたんだけど、はい、やっぱなんか絵になるな。サードもな、はい、でショートってやっぱ大変だからさ、うん、いろんなところにメックバスへ急がないといけないポジションだから、はい、ちょこまか、うん、まあそういうことは見てて感じてたんだけど、はい、サードに行ったらそのピッチャーとの距離も近いし、その声をかけてる姿とか、うん、なんかスケール感を感じるんだよね。違和感なく、全く違和感なく、うまいな。そうですね。あ、であの本当守備で何かするたびにカメラが坂本選手の表情を抜いて、あ、サードってこんな感じなんだみたいな表情をするのが今ね、またうまかったよ。ちょっと前の打球をパーンとシングルキャッチして、はい、セカンドに行こうかなって思ったら、うん、ブライトだったかな、うん、意外と進んでて、見ますね、諦めてそのままファースト投げたんで、あの能力なんか高い、うん、あれやっぱショートをやってたからなんですか。あ、身のこなしな。そうですね、セカンドパッと見て、もうジャンピングスロー仕掛けてたんだけど、うん、右足をステップしたまま投げて、まあ、早いですね。すごい、ま、手品師みたいな、マジシャンみたいでした。マジシャンみたいな。あ、豊さんがそのコンバートって言ってたのが、そのようやくこの時期に来たんですか。これはやっぱりね、門脇のすごさだよ。 あの守備の能力、はい、あれだけ原監督がコンバートはしない、うん、ね、岡本もサードでしょみたいな言ってて、岡本のサードの守備っていうのはちょっと不満があったらしいんだけど、うん、まあ、反応という意味ではね、はい、でまあ、取れるところは堅実だったんだけど、門脇のプレーを見たときに心が揺れたっていうもんな。やっぱりだから岡本をこう動かそうっていう決心がついたって。まあファーストにしてサードが門脇選手に一時期になりましたよね。で坂本がちょっと足が悪くてショートを使った。だから門脇なんだよ結局問題は。だからこれが誤ったんですか。成立したんだよ。それもすごいですね。そして見たときに、あの巨人のスケールのでかい、はい、二遊間はスピードのある、うんうん、内野が成立したんだよ。すごい。いや、うまいよみんな。いやそうです、ね、坂本サードやらせあんなにうまいと思わなかったけど、飛びついて取る、はい、長いなあいつ長いあの体が長いですか。だから飛びついても迫力っていうのを感じるし、はい、で岡本もやっぱサードよりファーストの方がうまいしね。ああ、じゃあ例えばそのショートに門脇選手で、ファーストに坂本選手、サード岡本選手とは成り立たなかった。もったいない、坂本が。ああ、そうなんですね。あ、もう来季の内野手出来上がりだから、もう来季もあれでいくってことですよね。いや、そしたら坂本もちょっと負担も少なくなるよ。うん、ただね、サードの難しさってね、はい、ショートって流れでこうやっていけるんだけど、全部のプレーがね、はい、能力的にはどうからどうなんだよね、うん、でもサードってある種正からどうに移らなきゃいけないパワーが必要な時があるわけよ、はい、まあそこぐらいだな。うん、でもガシッと止めてあっと投げなきゃいけないから、でもその体の強さを坂本は持ってる。だから難しいことはない、こなす。すごいですね。心配ゴムよ。ゴムよ。余計な心配すんなよ。感じですか。感じ。ただ心配なのは、はい、じゃあそうなってくると、本来ファーストってもともと中田翔選手がいて、まあ、調子が、ね、良くないので今はいないんですけれども、これじゃあ戻ってくるとなると、じゃあどうなるのっていう。誰が？中田翔選手、うん、ファースト。まあ、ゆくゆくは多分、俺の考えよ。はい、秋広をファーストにして、うん、中田翔はもうその時にはいないと仮定してね、うん、で岡本をレフトあかなっていうふうに思ってるんだよ。秋広選手がちょっと外野が苦手っていう、まあ、苦手は、うん、まあ、苦手であるけど、まあ、2メートルのやつがお前一塁に守ってみどこ投げても取ってくれるなっていうのは気になるから。壁になりますね。ものが横は長い、うん、縦はある、ボールはお前鬼に空棒のファーストよお前。そうか、じゃあレフトに岡本選手。お前伸びてみよお前、悩んだらなくなるかもわからんぞお前、ね、相当長いから。ワンピースのね、このまま伸びる手みたいな感じになって。でもそれが中田翔を使いたいってなると、うん、
ファーストに中田翔を使ってレフトに岡本を持っていく可能性がある。ってなると秋広選手はだからその中田翔との併用になる可能性もあるという。ああそういうことか。ほらね、いい内野ができたよ。出来上がりましたか。でもそれを作ったのが門脇選手の守備だったわけですもんね。そうなんだ、大したもんだ、あいつの守備は。すごいですよね。いや彼の守備はやっぱ見事だな、うん。まあ、この前甲子園で坂本がその前にパーンってサードのライン線取った、はい、次はなんか門脇が三遊間抜けそうなライナーをパーンと飛びつって取った、はい、すごいよな。すごいに、あの、いや、いい内野ができたよ。できたできたできたしかもその門脇選手が最初あんまり打率が上がってこなかったじゃないですか。でもその夏場あたりから打率をやっぱ上げてきてるっていう、まあそうだな、慣れもあるよな、うん、もう慣れてくるし、まあ、そのまま使っていけば門脇っていうのは体も強いし、うん、レギュラーになれるよあの子は、うん、でいい 1,2 番になれると思う。あ、そうなんですね。いや本当に、うんうん、走っても速いですしね。そう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 、うん、この前お父さんに会ってな、門脇。そうなんですか。球場で、はあ、挨拶されて、え、門脇の父です。門脇父が、え、みたいな。あ、え、いや、その前の新聞で、はい、いや門脇がいるから門脇はもうレギュラーだよと、うん、レギュラーで扱って育てた方がいいっていうふうに書いて、はい、ありがとうございます。あ、読んでらして。でも読んでんだから、はい、読んでら、変なこと書けないんですよ。まあいい親父でな。ああ、はいはい、いいお父さんだったんですね。そうそうそう、その日ホームラン打ったけど門脇が。あ、じゃあもうさぞかし嬉しかったと思う、ね、お父さん。そうですよね。でもそういうことで一人の人間が二人のレギュラーを動かして、そうですそうです、ね、内野陣が出来上がったという、うん、これはやっぱ来季期待できるな。そうですよね。もうこういう布陣で来シーズン行くのかなっていうのが今見えてきてるので、あ、うん、これで固定できたら相当な内野になるよ、うん、そうですよね。他の球団が羨むような、うんうんうん、いいですよね。ただその坂本選手もじゃあサードでっていうふうに言われたときに、そこはやっぱりすんなり受け入れる部分っていうのはあったんですかね。やっぱりね、俺もショートやったけど2年間、体しんどいよ。俺2年間だから、あいつ14年ぐらいやってるから、はい、ね、そらもうヘトヘトだと思うよショートで、うん、まあ、確かにその住み慣れた場所っていうか、まあそういうことでできることはできるけど、まあ足の負担とかいろんなことを考えたら、うん、やっぱサードでいいよな。そうですね、うん、サードの方が長持ちすると思うよ、寿命が、うんうん、で3000本にも近くなると思う。おお、うん、まあそうですね、一つでも多く打席に立ってほしいっていう、まあ、そうだな、うん、だからそのためには休まないっていうことが条件になってくるし、はい、これショートだったら休ませ休ませっていうことになるかもわからないし、うん、その代わりに出ていくショートが大変だよ。それはやっぱショートってプレッシャーかかるもん、はい、内野守ってて、うん、だから門脇をショートにして坂本サードがかっこいいな。岡本を動かさないと思ったら、岡本を動かしたからね、門脇の守備でね、ファーストに。そうですよ、もうそっからのことの始まりだから、うん、もうジャイアンツファンはね、もう本当にいい内野を得たという。おー、来シーズン以降楽しみですね。いや楽しみだ、あの悩みの、うん、坂本見てても花があるから。やっぱサードでもそうなんですね、はあ、すごいよやっぱ、うん、あのいろんなプレーを見せてくれると思うよ。また新たにサードでってことですね。そう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 、うん、だからこれは楽しみだし、なんで最初からやらなかったかなって、まあ、門脇がねどこまでできるか分かんなかったし、はい、だからここに来てできるっていうのが分かったからね、うん、ちょっと早いけども来季の内野ができたと、ね、はい、あとは外野だな、問題は。そうですね、これに伴うまた外野がどういう、丸が FA だろ、あのコンオフ。そうですね、そうだな、だから丸がどうなるかっていう、大体には1年間まだ残ってるっていうし、契約が、外野が多いですもんね。まあそうだな、ただまあ怪我がちな人間も多いしね、まあ浅野は外野だから、はい、浅野はどのぐらい成長するかっていうこともあるしね。佐野は高校生じゃないんだな、あいつはおっさんだな、もう風貌がおっさんです、おっさんだな。でも内面可愛いけどね、多分そうだね、話をしたらね、可愛かったけど。萩尾もおる。あ、そうです、萩尾選手も出てきたりもしてますし、あ、こういう人たちがポッポッとこう実績を上げるようになって、チャンスさえ掴んで、もうジャイアンツも楽しみやな、はあ、だしまたもしかすると外国人を新たに取るかもしれないですよね。どうなの、まあな、うん、
ブリンソン面白くて俺好きなんだけどね何しでかすかわからないブリンソンウォーカーいますけど、その2選手をね、今後どうするのかがまだわからない、まあ、ブリンソンいてもいいと思う、うん、ブリンソン俺使えると思うけどね、プラスアルファなんか補強とかも、まあまあそれはしてもいいし、あとはなんて言うんだろう、まあ、ピッチャーで山崎伊織とか、はい、まあ、戸郷も若いでしょ、若いですね、横川、はい、赤星、赤星、まあ、こういうこと考えるとやっぱりジャイアンツって強くなるよね、これから、うん、強くなるなる、うん、あの中継ぎ陣もね、若手今頑張ってるので、はい、菊池投手、船橋投手、はい、まだちょっといやもう確固たる自信つけてほしいな、うん、だからまあそうだな、なんか内野見ただけでもすごいいいチームになるだろうなって思うよね、来シーズンのまたね順位予想する上でこの内野陣でまたさらに上位上位っていうところになっていっ、ね、いけそうだといいですよね、はい、そうだな、うん、はい、まあいい内容ができたという、はい、お話でした、はい。